はい、どうも、平さんです。プロスピ2019実況を始めていきたいと思います。オリックス編3年目開幕からやっていきたいと思います。まあ、前回、またもや、ドラフト負けてしまいまして、ソフトバンクに、取りたかった郷原選手が行ってしまったと、もうレギュラーになっている。うわ、惜しかった。この CC のミート。かなり悔やまれるんですよね。まあ、こっちの二つどっちかみたいなやつがもう片方だったと。かなり悲しいことになりました。で、代わりに獲得したのが、そこまでちょっとショックすぎてあんまり覚えてないんですが、谷島かな。はい。谷島選手ですかね。を獲得しました。まあ、守備的には結構いいので、まあ、悪くはないかなと思いますので、頑張って育てていきたいと思います。まあ、で、基本的になんか最近の流れとして、補強の中心が外国人になりつつあります。まあ、自由契約で、ビシエド選手獲得をしました。で、他に今回獲得したのは誰だったかな？今回はビシエド選手ぐらいだったっけ？ちょっと、ピッチャーとか誰も取ってないと思うので。はい。多分ビシエド選手ぐらいだったんじゃないかなと思っているんですが。はい、だと思います。はい。なのでビシエド選手をどんどん使っていきましょう。まあ、スタメンもセットはしてたと思うので、まあ早速このメンバーで進めていきたいなと思います。では早速1ヶ月進めましょう。外国人はやっている。いや、石川選手を獲得した気がしてきたな。石川選手。うん。石川選手を獲得した気がしてました。まあ、石川選手を、あれで使うのちょっと厳しそうなので、ローテーションで使うの厳しそうなので、まあ、コーチ、まあ、スカウトですね、主に。に期待して、やっていきたいと思います。では、どんどん、進めていきます。今年は、外国人選手も補強できましたし、そう、いい順位に行きたいんですが、近藤選手の怪我。セットアッパーを任せていた近藤選手だと思うので、代わりに、でも3日、9日、ちょっと目が悪いんですけど、9日か。9日だったら、まあ、一旦こっちにしといて、もう黒、サチアかな。山崎サチア選手、左になるな。海田選手じゃなくて黒木選手にしましょうかね。これで一旦行きましょう。はい。まあ続き行きましょう。勝率5割ですね。いいんじゃないですか。勝率5割。もう2位やし。2位やし。ビシエド選手の強さが出ているというところでございますか。なかなかね。まあ、進めていきましょう。まあ、結構、今年は調子が良さそうなので、いい順位を狙いたいところです。また、怪我。何しよう。お、首位ですよ、ついに。3年目にして首位に。踊り出ました。まあ、これがずっと続くかどうかはまた別なんですが。はい。では、ま、練習設定を見ましょう。まあ、スタミナ徐々に上がっているかなとは思いますが、地球を克服できるなら、リリース時間かかるな。援護も消したいんですけどね。シュート回転はま、置いといていいでしょう。ターン持ち上げましょう。
富山選手も徐々にいい感じに伸びてきていますね。で、神戸選手は逃げ玉でしょう。タイピンチ、タイランナー上げたいけど上げれない、だったら、まあ、援護ですかね。シュリートが上がらない。シミヤミートを今上げていますと、シミヤ選手31歳なんで、でも大幅な世代交代が必要かなと。西野選手がかなりいい伸びしてるんですよね。まあ、もう30歳なんであれなんですけど、これで上げれるところまで上げましょうか。で、福田選手はここまで来たら盗塁を上げましょう。で、大城選手左バック上げてどうすんの。右を上げます。中川選手、高柳、この2人がいい感じに伸びてるんで、2人を使えるようになればいいんですが、お、谷島が盗塁まで上がりました。でもね、ミートが上がらないですよね。多分盗塁をまず取るか。そうですね、積極盗塁まず取りましょうか。粘り打ちとかも取りたいんですが、田中健介選手は特能を覚えないとよろしくないので、神の手ですかね。はい、一旦これででは進めましょう。で、そろそろちょっといじりたいところも出てくるかなと思うので、小田選手がこんなんしてたりですね、それならこうだろうって感じなんですけど、高柳を一軍に上げましょう。キャッチャーが若月しかいない。怪我しないと、怪我しないでくださいと。難しくなってきましたが、お、3割打ってる。福田選手がね、福田選手には頑張ってもらわないといけないんですけど、福田選手が使いたいんですけど、ちょっと打撃がね、じゃあ守備がね、あまりにもなんで、高柳は代打ですかね。日浦選手が上がってくれば、この大城選手あたりにの枠に入ってくればなと思うんですが、まあ、難しいかなと。サードが中川選手で、こうなんじゃないですかね。ビシエ選手が3番の方がいいかな。
ビシエド選手が3番の方がいいような気がしますね。はい、これでいきましょう。首位争い、やっぱミートって大事ですね。ミートが大事。いやー、徐々に負け出した。うわー、田島選手の怪我。投手も先発が微妙に、あー結構もう今季絶望か。いやー厳しいな。竹安選手か富山選手も結構育ってきてるんですよね。サチヤ先発できるんだ。先発に回ってもらうか。モイネロ選手は 1.5 球で素晴らしい成績を残しています。ではこれでいきましょう。今シーズン今季絶望の田島選手の代わりをサチヤ選手に埋めてもらいましょう。うわー、山岡の怪我はやばい。山岡の怪我は10日 ?10 日だったらちょっと様子見るかって感じですね。はい、いや、それではまた練習を設定していきましょう。おのぶ、ノブは逃げ球は大事ですね。サーダ選手がちょっとあれですね、まだマイナス能力が多いと。原西選手も球持ちあたりはいいかなと。島脇選手の球威が伸びないですね。山本由伸選手も限界値には来てるんですよね、もう。お尻で A にならへんかな。周のミートも上がらないし、足立選手は守備の能力はまた覚えたと。盗塁へ、難しいな。守備能力を上げる、対右ミートを上げるか。対右ミートでも上げましょうか。ロメロ選手はね、もうね、やることあんまりないんですよ正直。ウネ選手盗塁になりました。じゃあちょっとミートを上げましょうかね。積極盗塁取るか先に。積極盗塁、はい。お、佐野選手は覚醒。守備か？覚醒した。あ、でもミートこんなになかったよな。もうちょっと上がってくれ。センターで使ってもいいぐらいには上がってきたかなと。もうちょっと上がってほしいからね。いいぞ。育ってきた。育ってきた。やっぱセーブ強いですね。お、山岡選手が復活。伸びたやつがいないか。はい、いないですね。7月末まで行きましょう。まあ、7月で、まだ外国人とドラフトと。おお、やばい、それはやばい。モイネロ選手の怪我はちょっと勘弁してくれ。大事やぞ。
どれぐらい8日一旦じゃあ近藤選手ご声援よろしくない。榊原も違和感を抱えている。いや厳しいな。お、いいぞ。帰ってきた帰ってきた帰ってきましたかね。違う、うん、元の定位置に戻ってます。優勝争いできているっていうのは素晴らしいですね。はい、では練習を設定してからまた外国人を見に行きましょう。こっちはそんなにないか、全然上がらんな。ロシュリードも全然上がらないと。 B から A の壁はやっぱり厚いんでしょうか。結構苦戦しているという感じがします。中川選手より高柳選手の方が上がってる感じがしますね。やっぱりちょっと守備力がねあれなんで、どっか定位置を決めてした方がいいかなと思うところでございます。西野選手がねもう30歳なので徐々に厳しくなってきそうな感じがあるんですよね。まだ数年は大丈夫だと思うんですけど、なので、ショートを上げていこうかとは思ってます。はい、では外国人選手ですね。ガスコイン、どうよくないやろ。ガッティミート高いけどな、年齢が。この額出して取る選手なのかと。やっぱ外国人のミートは上がりにくいんで、元からちょっと高めがいいんですけど、いいでしょうか、今年は。では、ドラフトですね。いい選手はいるかな。当初はそんなに郷原クラスの野手はいないか。いない、いないぞ、いないな。ちょっと厳しいな。はい、ということで、では進めていきましょう。時間があればもうドラフトまで行ってしまおうかどうかというところなんですが、契約更改があるんで、ドラフトは次回かなと、ちょっと思うんですね。山田選手と高橋誰か、なんとかなるだろう。うわぁ、ビシエド選手の経過は痛い。シード選手が怪我をした場合は、10日か。高柳の出番じゃないですかね。頓宮選手が入るんであれば、高柳が入るべきだと、僕は思います。はい。3番でいいんじゃないですかね。チュー、お、頑張ってんな、チュー。頓宮選手は、あ、調子いいな。中川選手だと、まあまあだ。頓宮選手、キャッチャーで使うのも怖いしな。あは S? 覚醒した。覚醒したっぽくないですか?覚醒したっぽいな。来たか。ど
ここで使うファーストサード激戦すぎるな。いいキャッチャーおらんかな。いいキャッチャーおらんかな。ファイヤーやしな。大城選手がそこまであれなんで。佐野選手を使ってみましょうか。選手上位に置きたいんですよね。足も速いんで。西野選手、難しいな。打順難しいな。中の打順が高柳選、めちゃめちゃちょっと悩ましてください。頓宮も使いたい。この代打ではあるのは確かなんで。いや、激戦だな。中頑張ってるもんな。むしろ、ボーフォートが良くない。三振がやっぱ、あかんのか。外野、中川選手を、外野に回し、一回、頓宮選手を使ってみる。5番で。どうでしょう。調子もいいし。で、ライトに中川選手。いいんじゃないですか。どうでしょう。皆さん。まあ、キャッチャーでしょうね。あとは。これでまあ、ちょっと様子見ましょう。でも、ビシエ選手がもうすぐ帰ってくるんですけどね。気がしたノブ、ノブはさっきから気がしたもん。あ、ケンスケ、ケンスケレギュラーじゃないやん。よし、では8月終わりました。いやー、お、神岡か、山岡に見えた。神岡も強くなってきたな。ま、球持ちかな。援護も上げたいけど、ちょっと伸びにがいまいちだったんで、至急克服は必須。田島選手は援護も覚えている。大丈夫かな。対ランナーが欲しい人いたんじゃなかったですか、だっけ。向こう山もうちょっとやしな。知能は特殊能力が伸びやすい。まあ、もういらんか。また、タイラの伸ばしておきましょうか。ラベは、速球派。まあ、援護上げておきましょう。そこが上がる。まあ、この辺伸ばしていきましょうか。もう9位は諦めましょう。結構時間かかるんですよね、9位って。対左。対左空いてない。空いてないな。球も速くないんで、今リリーフでいいかな。チューンタイミングは今ちょっと上がっている。ボーフォートの三振がなかなか。盗塁はまだ全然上がらない。
この二人はいいんですよね、やっぱりいい感じ。トングは覚醒ですね。うん。素晴らしいんじゃないですか。ホームランこれから稼いでもらいましょう。トング選手、これミント上げていこうかな、もう。ミントだけに。その方が上がりやすいかなと。経験値の割り振り的にもね。はい。では、9月の末まで行きましょう。優勝争いどうなるか。マジック点灯してるんで。うわ、海田選手の怪我。海田選手の怪我か。どれぐらい ?10 日か。まあ、一旦じゃあ。黒木選手ですかね。サッチャー選手は頑張ってる。頑張ってる。別荘出しちゃいましたが。まあ、これで一旦いいかなと。ビシエ選手はあと3日。でも想像できなかったですね。黒木選手すっごい早いな、怪我。おお。もう怪我人だらけ。いや、想像できなかったですよね、この3年目で優勝争い。むしろもう優勝できそうですからね。で、ビシエド選手が復帰と。いやー、難しいな。チームめちゃめちゃ頑張ってるんでね。難しい。セカンドできるのが福田と、チューをセカンドに回すなんてことある？選手めっちゃ頑張ってるんですよね。中川選手も頑張ってるしな。高柳があんま良くないか。したらもうここに入りましょうか。したらサードにトングが入れば問題はないと。うん。高柳も代打起用。大城選手は何でもできるんでね。なるようになると、その選手が打率やばいと。はい、では進めていきましょう。こっから逃したら辛すぎるからな。うわあ、中川選手が怪我するんであれば外したんか。絶望やん。選手はもう盗塁王として育てたいんですよね、絶対に。まあ前のシュート選手みたいな感じになってほしいなと思ってますんで、変にミート上げるより特殊能力を上げて打てるようにした方がいいのかな。内野安打とか選球眼とかそういうので貢献した方がいいのかなっていう気もしなくもないんですよね。高柳3番だとビシエドの方がいいんですよ。高柳調子悪いんでね、こうしましょうか。うん、こうしましょう。そうか。で、前回のペナントで学んだ疲労回復も気にしていった方がいいかなと思いますので、ちょっと余裕ができたら。いや、優勝ですよ、3年目で。あのオリックスが、いかにこの補強がうまくいったか、成長がうまくいったかってことですよね。まあ、ほぼ外国人選手3人が、かなり活躍してくれたので、こういう結果になったのかなと思います。いや、外国人って大事ですね。ということなので、今年の獲得したジョーンズ選手と、ロドリゲス選手、頑張っていただきたいと思います。横山平らんな。石川選手は、もうでももう終わりやしな。
まあ、場所取っちゃうからな。まあ、緊急登板ぐらいしときましょう。まあ、今年で多分引退になると思うので、若月選手とかは全然伸びないと。高城選手も伸びない。中タイミング上がってる。うん、B になりそう。いい感じですね。まあ、基本能力伸びやすいんで、まあ、守備とかも頑張って伸びてくれるんじゃないかと思います。では最後まで行きましょう。お、試合が出れるまでに回復した中川選手。だったらもう調子で組んでいくべきか。佐野選手、お、徐々に打率は上がってきている。もうレギュラーシーズンが終わったので、大城選手に変えようか。で、西野選手1番にしましょう。高柳が打ってる？はい。オリックス西アドバンテージ。よし、ちょっと試合を見ていきましょう。見ていくと言ってもあれなんですけど、山岡選手ちょっと調子悪いんです。榊原選手に代役をお願いして、野手トング選手調子悪いんで、ボーボーとか絶好調なんで、こう入れ替えましょう。あとはまあそんなに調子いい選手もいないし、これでいきましょう。結果へ。よし、大将。お、榊原ノーヒットノーラン。ここでノーヒットノーランしますか。ディクスの走力下がる。福田が違和感。まあちょっとそこは代わりの選手に。ショートがね、大城選手ショートできるのか。そしたらセンターに誰を入れるかってことですよね。西浦選手か宗選手になるのかなと思いますね。ファイヤーになるしなじゃないと。ショートできる選手いないですもんね。まあ、ここはまあ入れ替えはまあするとして、シューがショートするファイヤーやな。まあ、冷静に小田選手ですかね。冷静、和田選手に一旦ちょっと動かしましょう。センター動かしましょう。山岡選手がね、ちょっとね、調子があれなんで。まあ一生アドバンテージまだあるから。うわ、負けたか。やっぱり、厳しくなってきましたね。うわ、福田がどんどん調子悪くなっていく。ショートが大城選手で、2番、西浦選手に行く。じゃあ今日はしてみましょうか。いや、頼む。おお、やばい。 9-1。 そんなやられるかね。いやー、運命の試合ですよ。運命の試合なんで、山本由伸選手に任せましょう。こうして、まあ、西浦選手ですかね。頼むぜ、由伸。おい、打てよ。ということで、敗退しました。優勝したのに。
日本シリーズにも行けなかったという悲しみですね。はい。ということで、ちょっと、まあ、長くなっているので、ここで、今年は終わりにしたいと思います。次回、この契約公開から、やっていきましょう。今年の FA ですね。まあ、今年誰も出ていかないと。まあ、他球団はかなりすごい、って感じですかね。はい。というわけで、まあ、今回はここまでにしたいと思います。まあ、シーズン初の優勝を3年目にして果たすことができました。まあ、外国人選手の活躍があったのかなと思います。で次回契約更改、まあ、ドラフトをやって、まあ、成績確認もできたらなと思います。はい。それでは、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ありがとうございました。